こんにちは。さあ始まりました、生命学園チャンネル。今日も楽しくやっていきましょう、はい、ということでですね、本日はですね2024年度版通信制高校の学費事情についてお聞きました。今日はですね、自称日本一学費に詳しい藤原さんについて、はい、よろしくお願いします。まあ自称で大丈夫ですよね。自称で大丈夫ですよ。まあはい、これね2022年度版もね学費事情っていうのを取ったんですけど、だから2年経ってですね、もう時代も変わりまして、はい、もうそれが一概に言えなくなったっていうところがですね、もう最近のこの通信制高校サポート校の事情になりましてですね、はい、はい、まあそれをねこの動画にしていきたいなっていう部分と、あとはですね、まあ実際に生命学園どういう学費なのかっていうところも最後こうお伝えできればなと思いますので、ぜひ最後まで見ていただければなと思います。それでは、はい、やっていきましょう。生命学園グループ7月より学校説明会スタートします。藤原さん、内容の方は。はい、生命学園の説明学費は概要説明、そしてコラボや授業の体験、そして在校生の生の声が聞けちゃう先輩トーク、そして最後には個別相談ができちゃいます。はい、ということでですね、概要欄の方に、お申し込みフォーム貼っておりますので、ぜひ、皆さんですね、そちらからご応募いただければと思います。皆様のご参加お待ちしてます。まあ、いわゆる相場感でじゃあちょっとお話しします。うん、そうですね、今いっぱい通信制高校もあるの で、ね、でもっと言うと、うん、公立と私立がやっぱあって、うん、で公立私立ってやっぱ学費全然違うので、うん、そのあたりも詳しくお話しさせていただくと、うん、まず公立に関して言うと、うん、やっぱり安いです。うん、安いですね。はい、大体3万円から5万円が1年間にかかる相場っていうふうに言われてます、うん、そうですね。はい、なのであの私立の通信制高校はですね、その公立の通信制高校の学費を下回ることはまずありません。はい、でこれがですね、じゃあ私立になると、うん、大体25万とか30万とかそれぐらいにまでなるっていうところですね。ただ、うん、通信制高校学校法人なので、うん、基本的には就学支援金っていう国の補助金がありますので、いわゆる実質無料っていうのが、うん、まあ、近年謳われているところですね。うん、そうですね。まあ、これもね、はい、あの一概には言えないんですよね。はい、年収によってね、そうなんですよ、違いますし、毎年やっぱりこう変わっていく、変わってきますですよね。はい、うん、これはちょっとご家庭によってまちまちなところがあるので、うん、あの詳しくはですね、興味のある通信制高校に聞いてみるといいかなっていうふうに思います。うん、そうですよね。まあ、これは全部の通信制高校こう対象ですよね。対象です、はい、対象です。もう国の制度ですからね。そうです。はい、で今公立と私立ってお話ししたんですけれども、うん、もう一個通信制の業界で切っても切り離せないのが、やっぱりサポート校。サポート校ですね。はい、うん、要は他の通信制高校に在籍しながら勉強とか学校生活はそこのサポート校で過ごすってパターンですね。うんうん、でこのサポート校が入ってくると、うん、在籍する私立の通信制高校の学費プラス、うん、サポート校の費用が発生します。うん、だ単純計算、まあ、倍近くなるっていう、まあそうですよね、イメージですね。うん、サポート校も加わると、うん、大体1年間で50万円とか、うん、場合によっては100万円近くかかるっていうところは相場感としてあります。あとはこういろんな技術を学びたいところはもう100万超えてきますよね。超えてきます、超えてきます。うん、やっぱ50万から100万って結構相場感が広いなって思われると思うんですけど、これちゃんと理由があって、うん、やっぱり今通信制とかサポート校って、うん、通う日数だとか、うん、学べるコンテンツに特色があるんですよ。うん、例えば整備で言ったら音楽と e スポーツとか専門的なジャンルがあったりとか、うん、そうですよね。これ学校によっては例えば、うん、うちは3年後に美容の国家資格取れますよ、あ、ありますね、とか、確かに、あとはうちはエンタメ学べますよとか、うんうん、で加えてじゃあオンラインで学ぶのかとか、うん、実際に通って学ぶのかとか、うん、あとは週1なのかとか、うん、週3なのかとか、ね、週5なのか、うん、いろんなその通う日数だとか学べるコンテンツで違いがあるので、うん、その組み合わせによってやっぱり費用っていうのはだいぶ変わってきます。うん、中身によっては本当に全く通わない、うん、ほとんど自力でやるけれども困った時だけ助けてねっていうようなやっぱ通信制のサポート校とかもあったりするので、うん、そういう学校とかは50万円下回るケースとかも全然まだあるっていうところですね。そうですよね。はい、ちょっと話を戻して、はい、公立高校ってなんでそんな安いんですか？あ、公立はですね、うん、地方自治体の、うん、運営してるからっていうところもあるんですけれども、うん、公立って通信制に限って言うと、うん、例えばあの郵送でのやり取りに限られてるだとか、なるほど、通わないんですね。そうなんです、うん、基本的に通わないっていうところですね。うんうん、そういった施設とかにあまりお金がかけられてないから安く済むっていう、うん、まあ、これはメリットですよね、うん、っていう風なところはあります。まあ、それが多分私立と公立の金額の差っていうところで生まれてくるところがありますね。なるほどですね。はい、まあ、卒業率がね、公立はやっぱりこう今の現状的にはやっぱ低いっていうところが、はい、あります。まあ、その理由はやっぱりこの自分でね管理していくっていうところはなかなか難しい部分があったりする子たちも多いので、はい、まあ、公立から転校してくる子も多いですよね。はい、あ、多いですよ。うん、なのでそういったところの違いっていうところはあるかなっていうところはありますね。はい、
はい、じゃあ続いてですね、はい、じゃあ整備学園、はい、まあ、実際の学費っていう形になると思うんですけど、まあ、これも相場感になっちゃいますよね、はい、そうですね、うん、まあ、そこを踏まえてちょっとお話ししていただければなと。わかりました、うん、あの整備学園も、まあ、さっき言ったパターンの中ではサポート校があるパターンなので、うん、サポート校と、通信制の本校、うん、両方にまずお金がかかりますよっていうところが大前提ですね、うん、で通信制の方はさっき言った通り就学支援金が出るので、うんうん、ご家庭によっては全額それで賄えるところもあれば、うん、全額自己負担ですっていうところもあったりだとか、一概に言えないので、うん、ちょっとサポート校の部分だけお話しします。あ、なるほど。一番多いのが整備学園の場合、普通科って毎日通う学科になります、うん、でその学科で言うとサポート校の費用だけで大体60万ぐらい、60万ぐらいですね、はい、っていうところが相場感かなっていうところ、うんうん、これはなんか通信制高校の相場的にはどれぐらいの、あ、安いと思いますよ、これは結構で、それでもっと言うと整備学園って今普通科の話しましたけど、例えば個別科とか e スポーツ科っていう普通科よりも、まあ、ちょっと値段が上がる学科とかもありますし、うん、逆にマイペース、マイペース、あの本当に家でやるスタイルの学校、うん、これっていうような要は60万円を下回る学科とかもあるので、うんうん、まあ、そこはですね、詳しくはあの近隣のサポート校にちょっとお問い合わせいただければなとは思うんですけれども、うんうん、業界的には安いんじゃないかなと思います、ね、なるほどですね、はい、あ、なるほど、まあ、今藤原さん60万って言ってくださったんですけど、はい、週1回、週3回、週5回通えるこうコースがあったりとか、なんかいろいろあるって言ってたんですけど、はい、まあ、整備学園の普通科っていうのはどんなこうサービスが受けられるんですか、はい、卒業を。そうですね、まあ、整備学園 の、 その普通科で一番大事にしてることって、うん、やっぱり生徒が通信制でありながらも、うん、あの学校にちゃんと来る、登校するっていうところが一番大事にしてるところなんですね、うんうんうん、だから要は毎日来てもらうことで、うん、先生と顔を合わせる機会がめちゃくちゃ多いんですよ、うん、対面の機会が増えるっていうことは、うん、その分手厚くサポートができるっていうところはあると思います、うんうん、具体的にはお勉強の指導とかはもちろんですけれども、うん、例えばあのちょっとアルバイトしたいんだよね、うん、じゃあちょっとアルバイト一緒に探そうかっていう生活指導的なところとか、うんうん、3年生になったら進路指導ですね、うん、就職にする、進学にするっていうところから、うん、じゃあ進学にするならじゃあちょっと一緒に願書見てみようかとか、あ、うん、そういったところですね、うん、やっぱり対面で顔を合わせる機会が多いからこそ、うん、進路、生活、学習の各指導の面倒見はすごく高いんじゃないかなっていうふうに思います、うん、そうですよね、はい、あとは、はい、あの午後のクラブ活動もね、あのその料金の中に含まれてますね、含まれてますね、なのであの音楽で言ったら音楽講師がね、はい、来ていただいてこうレッスンが受けられるって、まあそういう部分も料金に入ってますし、そうですね、あとクラブ活動、みんなでやるクラブ活動っていうのもペットで取らないですからね、はい、取らないですね、うん、あと一個大事なこと言うのは、うん、はいはい、整備学院は60万って言ったんですけれども、うん、まあ、最近こういう学校も増えてきてるんですけど、うん、60万一括とかではなくて、うん、12分割した月謝制、あ、そうですね、で整備学院はもうずっと月謝制ですね、そうですね、うん、で大体普通科で月々、4万円弱ぐらいっていうところになってくるので、そこもですね一つのポイントかなと思います、うん、やっぱ教育の業界って結構前期とか後期でそれぞれ一括ずつ払ってくださいねっていうところとかもあったりするので、うんうんうん、どうしてもまとまったお金払うって、うん、ご家庭にとって負担が大きいと思うので、うん、そこのちょっと負担は分散させていただくようなことはさせていただいてますね、うんうん、そうですよね、はい、整備学園チャンネル。あとですね、まあ普通科の今学費のことを基準にしてお話しさせていただいたんですけど、それぞれの、まあ、ご家庭によって、まあ、その金額がやっぱ減額されるとか、単位料の方もやっぱ国の制度でやっぱりその減額とかも当然あります。なのでやっぱこれって隠してるわけじゃないんですけど、本当に一人一人違うんですね、はい、ここでねそれを全部あの喋ることっていうのはあの全部不可能ですので、まああのぜひですね、あの個別相談とか、あと学校説明会、まあ、実際整備学園の方に来ていただいてご相談いただくことが多分一番いいかなと思いますので。そうですね、やっぱあと15分とかこの20分の動画の尺だと足りないですよね、うん、まあそうですね、足りないです、うん、あの結構やっぱケースバイケースとかっていうところもあるの で、うん、でね、詳しくはですねぜひ学校説明会に来て、まあそうですね、はい、ご相談いただきたいなって思います、うん、まあ、学費って本当に一番不安なところだと思うんですよね、はい、まあ、どの学校がどういうサービスをしててどの金額がかかるかっていう部分とかは入学する上ですごく大切だと思うので、まあそこをね皆さんの不安をこの整備学園グループで解消できたらなと思いますので、ぜひ学校説明会個別相談に来ていただければと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。整備学園では個別相談会を実施しています。ホームページから予約できますのでチェックしてください。はい、ということでですね、本日はですね2024年度版通信制高校の学費事情についてということですね、藤原さんにいろいろお話を聞きました、はい、ありがとうございました。まああの結論一概には言えないというそうですね、ところですね、はい、まあ、あの平均値とかいろいろ分かっていただいて、まあ、それを基準にねあの高校選びっていうところもしていただきたいと思いますし、あと本当に学校によって違いますし、違います、その学校の中でもいろんなこう制度によって料金って違いますので、まあ、整備学園で言ったら整備学園の独自のこう減額制度もありますし、それとはあの国の減額の制度をこう利用したりとか
ていうと、まあ年収によってですけど、はい、まあ、そういった部分が活用できますので、ぜひあのご相談にしていただければなと思いますので、よろしくお願いします。ということで本日の動画は以上になります。この動画が良かったらまずグッドボタン、そしてチャンネル登録をポチッと、もしもってベルのマークをポチッと押してください。そして整備学園グループ各種 SNS も、やってますので、そちらのチェックもよろしくお願いします。ということで本日の動画は以上になります。また会いましょう。